こちらのスマートフォンのケースの中に1枚の千円札と1枚のカードが入っています。このカードは後ほどお見せいたします。ではこちら1組のカードの中からお客様に1枚カードを選んでいただきたいと思います。はい、では選んでいただいたカードの表側にサインをお願いいたします。ではマークと数字、そしてサインをしっかりと覚えてください。覚えていただいたらデックの中に返してもらいます。そしてしっかりと混ぜておきます。これでお客様のサインカードはこのデックの中のどこかに入っています。ではこちら初めからテーブルに置いてあったスマートフォンの中の、ケースの中ですね、この中のカード、これをお見せしたいと思います。なんとこちらのカードですね、このカードがお客様のサインカードです。